当初文庫は東京都北区栄町にある教科書図書館。東京書籍株式会社が運営する。当初文庫は1936年に東京書籍創立25周年を記念して開設された日本で最初にできた教科書図書館である。正式には東京書籍株式会社付設教科書図書館当初文庫という1934年 東京書籍創立25周年の記念事業として、教科書専門の図書館が企画され、1936年、建物の竣工と同時に開館した。2015年8月時点では、教科書、版木、掛け図、原画など、約15.5万点の資料を所蔵している。建物は、1999年に、東京都北区の有形文化財の指定、2007年に、 経済産業省の近代化産業遺産の認定を受けている。東京書籍第3代社長、石川翔作は、国定教科書はもちろん、半額、寺子や時代からの教科書や教授書、教育専門書など、今のうちに収集保存しておかなければ、いずれ散逸してしまうであろうと暗示、1934年、本社や新築に際して、 東京書籍創立25周年の記念事業の一つとして、教科書専門の図書館を企画した。企画に際して、石川は、当時の文部省図書局長である、柴田徹氏に相談、柴田から熱心な指示を受けたという。図書館は新社屋とともに建設が進められ、2015年8月時点では、約15.5万点の資料を所蔵している。展示室には、 教科書や範囲、原画、掛け図などが時代ごとに系統立てて展示されている。近代教科書関係資料明治から昭和時代にかけての教科書とその関連資料が指定対象になっている。教科書は文部省から東京書籍に科付された国定教科書の見本がまとまって所蔵されている。掛け図は教室にかけて用いられた資格教材であるが、 大型で傷みやすいため古いものが残っていることは少なく当初文庫の所蔵品は掛け図のまとまったコレクションとして貴重である。原画は教科書の挿絵や掛け図の元になった絵画で水彩のほか油彩や日本画もある。版木は国定教科書の挿絵に用いられた木版の原版である。木版の挿絵は昭和10年代まで用いられていたが、その後は 印刷技術の進歩に伴い用いられなくなった。以上の資料は2009年に歴史資料として国の重要文化財に指定された。鉄筋コンクリート作り、2階建て、延べ床面積は734平方メートル。書庫内の階段と2層、3層の床や書架は鉄製で作られている。1階ホールの丸窓、半円形に突き出た窓や、 玄関の日差しを支える2本の円柱などに幾何学的なデザインが見られる。これらはアールデコの影響を受けたものと考えられている。ありがとうございます。